どうも、トヨです。Wi-Fi ルーターを探していると、ワンポートが 2.5GB ポートに対応しているものがあります。1GB の Wi-Fi ルーターが多い中で、2.5GB ポートというと、速度がすごく速そうですよね。僕自身、2.5GB ポートの方が速度が速いというのは、知識的には知ってはいるんですけれども、実際のところ、どれくらいの速度が速くなるのかと聞かれると、試したことがないので、答えに詰まってしまうところがあります。ということで、今回は 1GB ポートと 2.5GB ポートに対応した Wi-Fi ルーターをそれぞれ用意して速度の比較をしてみました。Wi-Fi の速度は 4804MB。 比較する Wi-Fi ルーターはバッファローの WSR6000AX8、 そして NEC の WX5400HP となります。実はですね、先日も同じような実験はしていて、その時はですね、 1GB の光回線で WX5400HP と WSR6000AX8 双方の速度を比較しました。結果としてはですね、 1GB ポートに対応しているWX5400HP に軍配が上がりました。まずですね、 2.5GB ポートに対応した WSR6000AX、 こちらすべて 5GHz 帯で接続した時の速度になります。下りの速度だけでございますけれども、最大の速度はですね、 390MB という風な結果が出ました。一方でですね、 1GB ポートに対応しているですね、この WX5400HP、 こちらが 460MB という速度がですね、出たんですね。やはり1GB のですね、光回線の時にこの 2.5GB ポートっていうのと 1GB ポートっていうのでは速度差が、出ないというよりかは、もうこっちの WX5400 の方が勝ってしまったということなんですね。通信速度はですね、やはり波がですね、あるんで、計測するタイミングによってですね、通信速度自体は変動するとは思いますが、この結果をですね、見ると利用しているインターネット回線の速度が 1GB の場合は 2.5GB ポートの恩恵は薄いそうかなと思います。大元のですね、回線が 1GB だとその速度を超えることができないということが原因かなと思います。なので、もし今現在ですね、利用している回線が 1GB ということであれば、無理してですね、 2.5GB ポートの Wi-Fi ルーターを購入する必要性はないかなと思います。で、残念ながらですね、ここでこの 1GB ではこの負けてしまった WSR6000、 本来のですね、実力は出せなかったということなんですけれども、そこで今回はですね、 1GB の光回線ではなくて 10GB の光回線で速度計測をしてみようかなと思います。そうすることによって速度はどうなるのかについて調べていこうかと思うんですが、皆さんはどうなると思いますか？では早速ですね、調べていきたいと思うんですが、まずですね、10GB の光回線、うちはですね、ドコモ光を引いてるんで、そちらで計測していきます。で、受信するデバイスはですね、今手元にもあるんですが、サーフェスと、あとは確かこちらピクセル6を使ってですね、速度計測をしていこうかなと思います。で、速度計測ツールについては、いつもこのトヨサポでは利用しているこのfast.comさんを使ってですね、速度計測しようと思います。理由としてはですね、測定ツールいろいろあるんですが、スマホやパソコンに限らずですね、ウェブ上から誰でも簡単にですね、検索ができるっていうのが理由になります。ではですね、早速見ていきましょうか。まず見てほしいのが、この 2.5GB ポートに対応した WSR6000AX8 をですね、10GB の光回線にですね、つないで見たデータがこちらなんですけども、まずパソコンで接続した場合、もう最大の通信速度、これ Wi-Fi の速度ですからね、 1.2GBps、 1GB を超える速度が Wi-Fi で出てます。これちょっと異常値なんで、僕も今までこんな経験はやはりないんでね、本当に速いなっていうのは実感してます。あとは上りの速度もですね、 1.4GBps とかね、かなりこれもまたすごいかなと思います。で、スマートフォンに関してはですね、下りが 910MBps という形で、少しパソコンと比べたら劣るもののですね、速度自体は 1GB に近い速度が出ています。で、次ですね、じゃあここから 1GB のポートに対応しているこの WX5400HP を 10GB に接続したらどのようになるのかということなんですね。で、こちらご覧ください。見ていただくとですね、3回目の一番右側ですよね、下りの最大通信速度が 790MB ということになります。やはりここはですね、こちらの 2.5GB ポートの効果というか、その恩恵を受けてですね、 WSR6000AX8 に軍配が上がりました。これすごいですね。
ただですね、速度計測してですね、一つ分かったことがあるんですよ。それは WX5400HP のこの数字をちょっと見てほしいんですね。このレイテンシーというところをですね、ご覧いただくとですね、パソコンの1回目、6-8 というふうに書いてますけれども、この数値がですね、低く WSR6000 を上回っちゃってるんですよね。このレイテンシーがですね、低いと遅延やラグが起きづらいということなので、快適な通信が利用できます。オンラインゲームなどをですね、される方にとってはですね、非常に重要な数値になるんですけれども、これは結構個人的には意外だったかなと。おまけとしてですね、こちら、これ古いですね、 Wi-Fi ルーターなんですけど、僕10年前ぐらいに購入して使っていたもので、速度に関してはですね、450Mbというかなり古いものになるんですが、これでもですね、 10GB の光回線ちょっと比べてみたんで、そちらご覧ください。ご覧いただくとですね、下りの速度がパソコンもこのスマホでつないだ時も同じ 240Mbなんですよ。かなり速度が低いですよね。やはりここでわかることは、 Wi-Fi ルーターが違うと、いくらこの大元の回線が10ギガだったとしてもですね、ここまでですね、速度が変わるということなんですよ。なので、もしご自宅で使ってらっしゃる Wi-Fi ルーターが古いのであれば、見直しをお勧めいたします。ちなみにですね、今回の測定なんですけれども、パソコンとスマートフォンをいずれかですね、1台ずつで測定した結果となっています。複数台、まあつまりこの2台同時にというわけではなかったんですけれども、それをですね、実際に試してみたところですね、速度かなり減少したんですね。 WSR6000X の場合はですね、1台のみで接続した場合は下りが 1.2GB ほどでしたけれども、2台同時で接続した場合は 700MB から 800MB くらいになりました。で、この450MB のですね、この古いルーターではもともと 240MB ぐらいあったのが 100MB くらいから、まあ、170MB ぐらいという形に速度が落ちました。まあ 60% からまあ 80% くらいまで速度が落ち込んだっていう感じでしょうか。まあなので、まあ今回の数値っていうのは、まあ複数台、まあ複数人で使う時に関しては数値は多少こう目減りするというか、速度が落ちるということでご認識いただければと思います。いかがだったでしょうか。結果はですね、大元の回線の速度が変わると 2.5GB ポートの恩恵が出て、速度が速くなるということが分かりました。このことからですね、考えられることは、ご利用中の光回線の速度が 2GBps 以上の場合はですね、 1GB ポートの Wi-Fi ルーターではなくて 2.5GB ポート以上の Wi-Fi ルーターを選ぶことが良いということになります。とはいえですね、現在 1GB の光回線を利用してるっていう方に関してはですね、速度結果を見る限りですね、特段ですね、重要ではないかなと思うので、無理して購入する必要性はありません。まあ先々を見越して 2.5GB ポートに対応した Wi-Fi ルーターを選ぶというのもいいかもしれませんけどね。おまけでもですね、お話したところなんですが、古いルーターをですね、利用してるという方はですね、本来得られるべき速度が出ていない可能性もありますので、買い替えをお勧めします。